じゃあですね、グリベルの、12本爪の、オーマティックという、これはエアテックの12本爪なんですけど、オーマティックタイプの、まず長さ調整と、あと付け方をちょっと説明していきますので、まず長さ調整は、ここにピンがあるので、このピンをこう浮かせることで、フリーな状態になるので、これで動かすと、この穴をの位置を変えて調整するんですけど、まず、つま先のコバ引っ掛けて思いっきりグッと前に出した時に、このかかとがこのガイドの、この鉄のガイドのところにスポッとこう入るようにするんですけど、もうちょっと伸ばしますね。でこれだとスポスポ、これでスポット、はい、長さ的にはこれでこの靴にはちょうどいいという長さになるんですけど、であと付け方としてはこの黄色いプラスチックの、パーツをまず前のコバをしっかり引っ掛けて、でこの金具はこう引っ掛けた時に真ん中あたりに来てるぐらいにしないと、このパチッて止めるともう動かなくなるんで、また外さなきゃいけないんで、大体このパーツ、この金具がですね真ん中あたりに来てるぐらいにして、それからパチッと止めると。でこの硬さは少し硬いぐらいにした方が外れにくいので、ここのネジで、このネジで調整すると、これをこのここのネジをこれを回すことで、この黄色いパーツがこう手前に来たりとか離れていったりとかするんで、きつくするには手前に移動させればいいので、ちょっと硬くなったかな、これちょっと硬くなった。でちょっとこう手がパチッ、あ、パチッと痛いなっていうぐらいがちょうどいいぐらいなんで、あんまり硬すぎても止めにくいので、こんな感じで止めると。でベルトは、まず金具が必ず外側に来る、もうセッティングがもうそのようになっているので必ず外側に来ると。これが内側にあったら左右を間違えてる、まあ、そういうことは少ないんですけど間違えてるということなんで、で金具は、ベルトはですね、まずこのベルトを、この内側に来ているベルトをまずこのつま先にのこの穴、このリングにかけて、でこの時に このベルトがこうよじれたりとかしないように、すっきりときれいにくるようにかけて、次に外側、外側のこの金具に2枚リングがついているので、この2枚とも通して1枚折り返して戻すと。で、あとはこれでグリグリと締めていけば、ここもよじれないようにね。で、あとはこう後ろに引っ張ってグリッてやれば結構締まるんで、これを繰り返すような感じで、この黒いベルトは緩めるときに後ろにグッと引っ張れば緩まるん で、 で引っ張ったままこいつを抜けば簡単に取れるので、このベルトは外すときに使うという感じです。で、あとこの長いこのベルトの余った分は、できれば切らないで、このつま先、この先のリングにまた通して、でこの外側 でこれ内側でやるとまた内側のこの反対側の足を引っ掛けたりとかするから、内側はすっきりさせておきたいので、必ず外側で処理すると。こういうものは一回縛って、あとはこういうとこ引っ掛けとけば届けてこないので、ギュッと、これで完成です。こんな感じ。これがグリベルのオーマティックの調整の仕方になりますので、では、反対の足をちょっと脱いでいただいて、これ自分でちょっとやってもらって、はいはい、今の感じでやってください。
それでちょっと痛いぐらいなれば OK だ。ここがね、真ん中ぐらいになって、これ上からでも下からでもどっちでもやりやすい方法です。で、とにかくよじれない。よじれないで。で、金具が外側で。外側で。自分から外側に。2枚とも通して。2枚とも通して。こう。で、1枚を。イメージとしては、で、OK です。はい、結構もうきつくやんないとダメです。きつくやんないとダメですね。そんな感じです。これは大変ですね、片足だけそう、息切れするこれ履いたままやると常にこうしゃがみ込んでやんなきゃいけないので、椅子とかあればまだいいですけど、いいけどねこういうしゃがみ込んで、しゃがみ込んでそう、結構ね、息切れする感じかなはい、慣れてください練習が必要だこれ。